酒の魚にすらも傑作でもって君も進むきっかけ見ながらそれそれでウィンウィンじゃんこりゃこれで残念じゃんそもそもそれって気にしないだしその後なんか俺興味ないわけこの先君はどうしたいって一人問われること自体終わりじゃないと信じたいけどそうじゃなきゃかなり非常事態君たちがその分離された普通の箱でくすぶってるからさ俺は人生に意地もとずっとそこで眠っててあらさ俺はそもそもスペックが低いだから歯がいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らかすぐ世の中からだとか愛だとか運だとか縁だとかなぜに落ちて片付けちゃうの俺たちはもっと曖昧で複雑で明瞭な何かここまで言われたら当日腹の底から好物普通どう